ロシア人にしては小さいねっていうのは日本人にも言われるんですよ。一番腹が立つのが、言葉漢字をうまく読めなかった時とかあるじゃないですか、はい、うんうん、でその時にすごく親切心で、まあ、外国人やからっていう感じで教えてくれるんやけど、はい、じゃあね、外国人やからわからんかったんじゃないの、古文現代文漢文日本の高校で1位やね、あの正直そこで、あのこれ日本人でも間違うような感じやろって、外国人やからじゃあないねんっていうのはすっごい思うんですよ。だから間違えんようにめっちゃしようと思って、そのストレス感じるために、あとはあの ATM とか並んでても失敗してたりとかするパッと後ろ見ると温かい目で見てるんですよ。違う、一緒なんですよ。で絶対間違えへんぞって言って、なるべくなら ATM とかも一回全部ネットで調べて間違えんようにしようっていう、そういうのはもしかしたらやっぱ負担になってたかもしれんなって今思うと思いますね。